皆さん今日はこれからサントリーの蒸留所なんか工場にこれから、まあ、見学に行くっていうことで快速列車に乗っております。まあね、ラテンの音楽聞くとちょっとね動いちゃうよね、体は勝手に。それは俺のせいじゃないですね。見てください、この景色。めっちゃカントリーサイドじゃないですか。アルプスの少女ハイジ出てくるっしょ。トトロかな、知らんけど。まあということで、まあいつも自分天然水のこだわりはないですけど、なんだかんだサントリーの天然水が、まあ、買うことが多いのかなと思って、まあでも水ってどうやってできるんだろうって思って、まあちょっと興味深かったんで、まあ親を迎えに行くついでに行きました。で、なんかこの電車やべえなっつって、まあ2両編成ってまあないっすよね。で、これなんか駅のなんかそば、なんか美味しいらしいっていう食べログで僕が見たんで、まあ行こうと思って今腰かがんだんすけど、前の日にグッドモーニングってトレーニングして腰痛いと思って、最初ちょっと位置間違えて、これ膝めっちゃ曲げてます。で、空気椅子しながら炭水化物を取ると。まあ、ね、いいっすね、目つって。で、これでなんかバスが迎えに来てくれて、なんかバス乗って移動しますみたいな。で、そういう感じなんで、なんかバスの中からの景色です、これは。ね、すごいカントリーサイドで。まあ自分たまにと、たまにっていうか、まあたまにこういうカントリーサイド行くといいなと思います。まあ住むかって言われたら厳しいですけど、まあ、やっぱ東京にいると、まあ、便利なんで、でも空気あんまり汚いとかっていう人もいるじゃないですか。でも実際空気うまいとか、美味しくないとかわかるんかな。空気ソムリエ、エアソムリエはやばいっしょ。すごいね。え、なんかこのなんかニュージーランド森みたいなとこ歩いてて、めっちゃニュージーランド思い出しました。で、ここがなんかそのウイスキーの見学施設みたいな。まあ、自分酒マジの前でウイスキーのこのブランド見たことあるんですけど、漢字の読み方わかんなくて。まあそういうことで、これからなんか朝ごはん昼飯食べようって言って話になって、で、これ何でも天然水って書いてあるんですよ。コーヒーも、コーヒー天然水しようって言われてもさ、コーヒーで割ったらさ、水道水も天然水も正直わかんないですよね。そんなことないですか。でもやっぱ店員さんが天然水しようですって言うから、ええっつって、で、なんかこれは天然水しようじゃない、なんか有名な信玄餅ドラ焼きみたいな、で、なんかきな粉かけてくださいみたいな。でもさ、あ、きな粉じゃない、黒蜜かけてくださいみたいな言われたんですけど、普通にさ、普通に考えて黒蜜きな粉にかけたらさ、きな粉が全部弾くんで大変ですって言って、まあ、その後にこれ食べて、なんかピザ食べました。これ名前なんかフォーレストピザっていう、まあ、見りゃ分かるですけど、なんでフォーレストなのかなっつって、この店員さん結構おもろかったですね。これグランパラパラなんだかわかんないですけど、まあ、言ってたっすよね。イタリアの名前だなと思って、なんかあんま聞き慣れないですっつって、イタリアっつって当たっちゃいました。まさかね、森のピザですみたいな。へえ、まあ、確かに外見た感じ、まあ、森林ですかね。森林抜刀斎っつって、これなんか星型になってるんですよ。だから初めて食べるこの感じで、ご飯食べ終わって移動したのはウイスキーの、工場ですね。これはようこそ白州、夢かった、ごめん。で、見た感じなんかすごい詳しい人とかもいて、自分そういう人が話してる隣で話聞いてうなずいてます。へーっつって、で、日本ってウイスキーが結構美味しいのかな、わかんないですけど、外国で行っても日本のウイスキーはみたいな話する人もいれば、まあ、自分テキサスとかケンタッキーとか行った時もなんかケンタッキーのウイスキーって結構有名じゃなかった、そういうアメリカの。まあ、やっぱり自分がやっぱ飲まないと詳しくなれないっすよね。自分飲まないでマジでどの種類が何か分かんないっすよね。やばいっしょ、これなんか。めちゃくちゃ嗅ぐやん。このマスターブレンダー。自分アンモニア嗅ぐんで、アンモニアマスターブレンダーっすね。この人。名前分かんないっす。早く、動画回してると名前全然見れないじゃなくて。まあ、やっぱ自分がやっぱほんと何回も言うけど飲まないと。まず興味が出てこないんで、まず。だからといってこれ見て、うわ、酒飲みたいかって言われても全然飲みたい気にはなんないから、やっぱそこは、まあ、人間ってやっぱりね、その習慣を変えるっていうのはなかなか難しいなと思いました。もう結構この辺田舎なんで美味しい水ができるんじゃないですか。なんかまたそれで違うバス乗って、次はなんかサントリーの工場移動しますっていう。で、これ最初の入り口ですね。南アルプス天然水って書いてあって、で、このお姉さん、石垣さんという名前なんですけど、そのめちゃくちゃ丁寧に話してくれたり。で、これがなんか一般と、だからその、南アルプスはその、花崗岩っていう山がなんか、
美味しい水をもたらすみたいな。自分はやっぱコンビニで最初天然水買ってったんで意識高いんで褒められました、そのこの女性に。でこういう風に、まあ、キャップ作りもしていますみたいな。でこれが工場の中ですかね。でいつも自分箱買いとかと、まあ、水するんですけど、こういう風になって出荷するんだと思うと結構なんかすごいので、最後水くれたりねして、最後これ選んでいいですよみたいな言われて、まあ選びましたわ。忘れた、何選んだっけな、普通フルーツスパークみたいな。でこれ結構うまかったです。ありがとうございます。また来てください。グラシアス。でここがバーかな、なんか結構ドラマとかに出てきた雰囲気ですね。自分全然わかんないですけど、ツアー終了しました。お水は大事です、みんないっぱい飲んでください。でそっからツアー終了してから、なんかここのうなぎが有名みたいな、この竹の中から出てくる沖縄じゃなくてうなぎ飯が有名らしく、すごいめっちゃジャパンやと思って、うん、なんか名店だったので、まあ、せっかくね足を伸ばして、まあ、違う県に来たので、まあ、こういうソウルフードというかそのご当地のグルメは食べないといけないなと思って、でそう 2種類選べるっていうか2種類入ってて、このうなぎのかば焼きと白焼き。で白焼きマジでうまいんですよ。初めて自分白焼き食べて、今までうなぎってかば焼き一番うめえなと思ってたの、白焼きがうまかったです。